親友を思うニキと諦めないケイの努力、同じ夢を持ち支え合いながら苦楽を共にしてきたイルメンの2人。しかしデビューできたのはニキだけ。同じステージに立つまでの感動の経歴と、まるでカップルのような電話や匂わせまで、エモすぎる2人の関係を振り返っていきます。アイランドファンには外せないメンバー、ENHYPENのデビューに最も近かった日本人参加者のケイ。ケイは1997年10月21日生まれの、当時22歳。練習生期間は2年8ヶ月と周りの練習生よりスタートが少し遅かったのですが、 BTS に憧れアイドルを目指します。アメリカへダンス留学の経験もあり、パフォーマンス能力が高く、アイランドでも目立つ存在でした。しかし最終回のグローバル投票ではデビュー組に入れず脱落してしまいます。ケイは後に ENTEAM としてデビューを果たしましたが、ケイとENHYPENメンバーの関係性は今どのようになっているのでしょうか。今回はケイと、特に同じ日本人参加者だったニキとの関係性を深掘りしていきたいと思います。ケイはENHYPENとしてデビューするため、おなじみの番組アイランドに出演していました。イルメンとして注目されていて、特にケイはビジュアル、ダンススキルなど高く評価を受けていたように思います。プロデューサー陣は、見た目が僕好みです。アニメの主人公みたいだ。とても優しく純粋そうに見える。ケイは踊るときとてもカリスマ性がある。とても注目している。など登場シーンからすでに期待値が爆上がりでした。ユニットテストでは創作ダンスの振り付けなども担当。曲の切り替え時に雰囲気をガラッと変えてみたり、見せ場を抑えていて抜群のセンスの良さを発揮。表情管理も素晴らしく圧巻でした。デビューメンバー発表前の PD 評価では1位を獲得していたケイ。続いて2位がニキで、なんとイルメン2人が上位に。これには抱き合って喜ぶ2人。日本人のファンにとってもこの光景は嬉しかったし、2人が誇らしかった。多くの人がこのままケイはデビューするのではと思っていた矢先、最終発表でENHYPENのメンバーから外れてしまい、デビューの機会を逃してしまいます。グローバル投票で7位を獲得しましたが、 PD 評価により8位のソヌがメンバー入りに。これには大きな反響が。視聴者は、デビュー格だと思っていたからすごくショック、信じられないなど、受け入れがたい事態に困惑している人が多い印象でした。アイランドでは2人がぶつかり合うシーンも放送されていましたが、普段は一緒に遊びに出かけるくらい仲が良い間柄です。最終メンバー発表を前にメッセージムービーを送る時も、ケイはニキを選んでいます。ニキを初めて見た時、こんなすごいダンサーが本当にいるんだと思いました。ニキを見ていると上手すぎて自分に自信がなくなる時もあるけど、ニキのおかげで成長できたし、いろんな意味で僕を変えてくれたと話しています。このメッセージにニキは涙。番組では一部しか放送されないけど、見えない部分で2人はたくさん努力してきたし、切磋琢磨してきたんだとわかる瞬間でした。ニキもこの時は、絶対にケイとデビューしたいって思ってたんだろうな。そう思うと切ない気持ちになりますよね。ニキがENHYPENとして活躍している最中、ケイは空白の2年間を過ごすことに。しかし2022年グローバルボーイズグループ ENTEAM で念願のデビューを果たします。ENTEAM とは2022年12月7日にハイブレーベルジャパンから初めてグローバルグループとしてデビューした9人組のグループです。なんと事務所は韓国ではなく日本本社。メンバーはアイランドに出演していたケイ、タキ、イージュ、ニコラスの4人が在籍。 ENTEAM はENHYPENと深く関わりのあるチームなんです。ファンはケイのことを信じて待っていた。デビューおめでとうと祝福。アイランドから応援していたファンにとっては待ちに待ったケイのデビュー、大いに盛り上がりました。ケイもインタビューでは、ファンが僕の全てですと話していて、僕が辛い時、事務所に行く途中に見られるように、ファンの皆さんがバス停にケイハッピーニューイヤーという風に広告を出してくれました。季節ごとに広告がずっと変わりましたし、辛かった時期を助けてくださったので、ファンの皆さんに感謝しているという気持ちを伝え続けたいです。僕にとって恩人ですと感謝の気持ちを述べていました。ニキはケイがデビューしたことをウィバースライブで話していて、お祝いにワイヤレスヘッドホンをプレゼントしたそうです。僕もワイヤレスヘッドホンを持っているんですが、それがすごく良いこともあって、音楽をたくさん聴いてくれたらいいなと思ったんです。僕たちは移動をすることが多いので、音楽がないとすごく気詰まりで落ち着かないので、頻繁に使ってほしいと思い名前を刻印してプレゼントしました。あまり目立たないように一番小さい字で刻印したので、文字がよく見えないんですが、さすが親友思いのニキちゃん。
名前の彫刻小さすぎて見えないの笑えるけど気遣いが優しいですよね。 K のデビューにより情報が解禁されたことで2人の仲良しエピも解禁ということで、2期どんどん K を話題に出してくる。自分の戦いるライブ中 K に突然電話する2期。 K が電話に出た瞬間にニッコニコの笑顔でもうすでに楽しそう。スピーカーするよとオンにされ、え、マジライブ中と P の声が、かけてくんなって言ってたけどかけましたとデレデレに来、かけて欲しかったでしょと何この絡み、毎日電話してるし昨日もしたもんね、って私たちは何を見せられてるんだ。でも2人の絡み待ってた。しかも K の髪型を真似したでしょと茶化すに来、それはエンティームの戦闘武勇の MV で K の髪型が金メッシュでニキと一緒なんです。これに K は違うよ、俺が決めたんじゃないってと否定。スタッフさんがセッティングしたので K の意思ではないそうです。ちょっと匂わせだよねと笑う2人。スタッフさんナイスチョイスです。電話切る時もまた寝る前電話してと K カップルかと突っ込みたくなるほど仲が良い2人の様子が見れて幸せなライブでした。そんな親友の2人が再会した夢のような TikTok コラボがこちら、戦闘武勇を踊る2人、最高すぎませんか。ファンはもはやカップル、踊り方まで似てきた、コラボが見れて嬉しいと大歓喜。この2人が一緒に踊ってるところがまた見られるなんて、デビューしてくれてありがとう。さらにオタクが待ち望んでいた2チームのスペシャルコラボ、それは年末のカウントダウンテレビライブライブで放送されました。なんとエンハイフンとエンティームがスペシャルコラボで同じステージに。これはエモすぎた。しかも選曲がワンインアビリオンとイントゥーザーイランドのスペシャルメドレー。特にミントゥーザーイランドはヤバすぎる。同じ目標に向かって走り抜けてきた仲間との再会、いつかまた一緒にステージで会おうと話したあの日の約束が今まさに現実になるっていう、2人の友情物語にぴったりすぎる選曲で、やばい語彙力死ぬ。多分この動画はアイランドから2人の成長を見続けているファンにとってはたまらないコラボ映像になったはず。この瞬間を見届けるために応援していたって人は感動っていうより言葉にならない感情が込み上げたに違いない。とにかく嬉しすぎた。エンハイフンエピソードでも2人が仲良さげにじゃれてるの可愛すぎた。エンハイフンとエンティームの交流はますます増えていき、エンティームの冠番組エンティーム学園に2期がゲスト出演した時はK も他のメンバーも嬉しそうだった。ダンスの天才2期はザファイナルカウントダウンの振り付けを5分経たずにマスター、完璧に踊る2期にスタジオも完璧かっこいいと大歓声に。さらに2期はKとの思い出話を番組内でしていて、練習生時代にK の練習が終わるまでタキトマックでずっと待っていたと話しています。13歳は17時に練習が終わるので、そこから23時までずっと K の練習を待っていたらしいのです。一緒に帰る20分のために待っててくれたと話すき、いる面はずっと仲良しだったんだなぁと改めて実感。そこから考えるともう5年の中、今後もずっと2人の活動が見られると嬉しいなぁと思います。エンハイフンとエンティーム、チームは違うけれど深いつながりのあるグループなので両チームとも応援していきたいですね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。